せーの、レイホー。香港の皆さん、こんにちは。こんにちは。イオシスでーす。クロウです。アイカピンです。イオシス初めて香港ライブということでですね、はい、我々も今からとっても楽しみにしています。そうですね、私たちは北海道というところに、日本でも一番北のところに住んでおりまして、寒い夏でも極寒の地、そう、夏でも夜になるとちょっと寒いぐらいの気候なので、今から日本でやってる中国のすごい暑いぞっていうニュースにビビっておりますが、死なない程度に、死なない程度に皆さんね、死なない程度に、ライブ盛り上げていきたいなと思っております。はい、やるセットリストなんですけれども、こちらの CD の中から何曲かやりたいと思っておりますので、お手元に CD をお持ちの方はぜひいろいろ聴いてみて予習してもらえるとより楽しめるんじゃないかなと思います。もちろんあの、はい、有名なチルノのニコニコ動画で、もう何百万再生、何百万ですかね、何千万、そんなに、何百万、はい、チルノのパーフェクト算数教室、教室すごいですね、息合ってないですね、そうですね、はい、をはじめ、よし、幅広くいろんなジャンルやらせてもらってますので、はい、電波局からガチ局までいろいろやらせてもらいたいなと思っております。まあ、古いのから新しいのまで、アイカピンが歌ったあのデのつく、デのつく、おーおーおー、はい、あの曲をみんなでね、あの曲を合唱したいなと思っておりますので、はいはい、なんとね、アイカピン、そのデのつくあの曲を歌うのはまだ2回目ということで、そうですね、1回目は札幌のクラブイベントイオッパで初めて歌ったんですけども、はいはい、まさか2回目が外国で、ね、しかも香港で歌えるなんて、うん、とっても光栄です。はい、我々も今から本当に楽しみにしております。楽しみです。当日はね、コスプレもね、コスプレもしてます。はい、コスプレもして歌いたいと思っておりますので、はい、どんなキャラかね、その辺もね、楽しみにしていてほしいですね。はい、はい、というわけで、2013年8月10 25日東方プロジェクト同人音楽祭というわけで、はい、皆さんのお越しをお待ちしております。